チョコダイナ、免疫じゃないって言うならこれで終わりだ。苗木誠、お前が本物だって言うなら教えてくれよ。お前はどうしてネズミ以上のパスワードを11037って数字にしたんだ。なんだったっけ。答えられないのか。おかしいな。むしろ君はどこでそれを知ったんだ。そんなことはどうでもいいだろ。どうなんだよ、答えられるのかよ。ああ、バレちゃったな。バレた。じゃあ、おめえは…残念だ。結構いい線いってると思ったんだけどな。消えた。おい、人が消えちまったぞ。今さらそんなことで驚いてどうすんだ。プログラム空間だから何でもありなんだろう。では今のもモノクマさんの仕業だったのですね。わわわわ、自作自演がバレちゃった。こいつは自殺者の恥ずかしさですぞ。どういうつもりだ。どうして未来機関の偽物なんかを出しやがった。今の偽物は俺たちを外の世界に出そうとしていた。だったらそれがお前の目的か。そこにお前の罠があるのか。ああ、見透かされちゃった。スケスケになるまで見透かされちゃった。罠って一体どんな罠を仕掛けたのですか。おい、早いとこ白状した方が身のためだぞ。今なら半殺しで許してやるけど、さっさと吐かねえと全殺しだからな。今すぐやっちまえ。そうすりゃこの悪夢の終わりだ。暴力反対。これはそういうゲームじゃなくて、もうちょっと知的なゲームだったでしょ。何がゲームだ。そんなもんはもう終わりだ。このゲームが終わる。いや、まだ終わらせんよ。まだ変身すらしてないのに終われるわけないじゃん。変身？ラスボス戦といったら変身がつきものでしょ。ボーロールプレイングゲームもそうだし、ほら、例のゲームのことだよ。ドラゴンクエ。余計なこと言ってんじゃねえよ。さて、それではご覧に入れちゃおうか。第二形態も第三形態もすっ飛ばした最終形態を。はったりかましてんじゃねえぞ。ぶん殴って仲間を引きずり出してやる。
のでしょうか。何でもありだからって、ここまではさすがになしだろう。はあ、LL サイズの女子高生を目の前にすると人ってそんなリアクションするんだ。でもそんなに大きいかな。むしろ小さいくらいじゃない？でかいだろ。でかすぎだろ。え？でも某アクションゲームのボスとかもっとでかいよ。ほら、例のゲームのことだよ。ゴッド・オブ・ウォーね。結局いっちまいやがった。バストは推定15メートルってとこかしら。絶望的に巨乳ね。ねえねえ、挟んであげよっか。大きいのって気持ちいいよ。潰されちまうって。きっとこれが美少女ゲームだったら今ので胸の谷間の CG が入っていたところだけど。でも残念でした。これは美少女ゲームじゃありません。もちろんアクションゲームでもないから巨大なラスボスとバトル爽快感もありません。絶望的だな。おい、これがモノクマさんの正体なのですか。俺らはこんなの相手にしねえといけねえのかよ。こんなの呼ばわりだなんてショックです。ひどいですよ先輩。急にキャラクターが変わったような。私って自分のキャラに飽きっぽいの。という飽きっぽいキャラにも飽きてんだけどね。とそこでクズリュウ君は飽きたって早すぎだろうっていうのね。先輩たちのデートならたんまりあるから思考を先回りするくらいは楽勝です。飽きてないじゃないですか。飽きるのに飽きちゃったんです。ああ、死んでも飽きっぽいなんて嫌になっちゃう。そうか、もしかしてお前が江ノ島純子か。江ノ島純子だと。死んだはずじゃなかったのかよ。確かにあの時は言っちゃったけどさ、悪かったわね、すぐに言っちゃって。仕方ないじゃない、ああいうの初めてだったし。もうバカ、行かせたのはそっちのくせに。その時に言っちゃった人がどうしてここにいるのですか。あんたらは人工知能プログラムアルタエゴって知ってる。そうなのじゃ、今の私様は人工知能なのじゃ。人類すら超越したのじゃ。何が人工知能プログラムだ。次から次に荒唐無稽なことばっか言ってんじゃねえよ。ほら、私ってこんな性格だからすぐに死にそうじゃん。だから生前にあらかじめ作っておいたんだよね、自分の人工知能プログラムさ。で、そんな私を誰かがこの新世界プログラムへとつないでくれて、